滝川駅は北海道滝川市にある北海道旅客鉄道日本貨物鉄道の駅である。JR 北海道の駅は栄町4丁目9に、JR 貨物の駅は栄町1丁目15-2にある。駅番号は A21。事務官コードは13141。駅名の由来はアイヌ語の空プチの意訳から。函館本線を所属線としており、 当駅を起点とする根室本線を加えた2路線が乗り入れている。臨時列車を含めてすべての列車が停車する。また、どちらの路線も JR 貨物が第二種鉄道事業者として貨物の営業を行っている。また、731系、733系、735系電車の定期運用の北原駅でもあるほか、 函館本線における JR 北海道本社、鉄道事業本部管内の最北の駅となる。旭川支社との境界は、当駅、エベオツ駅間にある、函館駅期起点 372km 地点である。優等列車はいずれも函館本線を経由して、札幌駅を発着しており、すべての列車が停車する。当駅から、眠る本線へ向かう定期優等列車はすべて廃止と、 なり、存在しない。1977年の滝川駅と、周囲約 1.2km 範囲。上が、右から、根室本線富良野方面単線、函館本線旭川方面複線、木材防腐工場と1989年まで、創業していた北海道電力滝川発電所へ、向かう専用線の、計4本。ホームは短式及び、 島式2面の複合3面5線を有し、駅舎側から、単式ホーム1番線を、滝川起点の根室本線普通が、また現在とは違って、島式ホーム駅舎側2番が、根室本線下りと3番が、函館本線下りに、島式ホーム駅裏側4番が、根室本線上りと5番が、函館本線上りに振り分けられていた。 1.2番線間には2本の仮用対比線、5番線の外側には3本の上利用対比線と4本の留置線を有していて、主に根室本線の運搬用頂大貨物の留め置きに使用された。駅裏の旭川側には車両工場があり、中央、旭川よりに12本の仕分け線群、中央、砂川よりに転車台の残る滝川機関区、砂川側に 滝川客貨借の留置線がある。駅舎横の砂川側には、貨物ホームと2本の引っ込み線、その砂川より20本の仕分け線群がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成短式ホーム1面1線、島式ホーム2面4線、合計3面5線のホームを有する地上駅。駅舎は構内東側。 短式ホームに隣接して設置されている。乗り場は、駅舎側から順に1、4、5、6、7番線。2番線と3番線はホームを持たない抽選で、主に貨物列車などが使用する。また5番線と6番線は主に通過列車や、特急列車が使用するが柔軟に運用しており、特急列車の待ち合わせを伴わない、普通列車が使用する場合もある。ホーム間の連絡は、 小線橋で行う。直営駅で緑の窓口、自動改札機がある。校内の11人乗りエレベーター設置や車椅子対応をトイレ、スロープ整備などのバリアフリー化工事が行われた。JR 貨物の駅は旅客駅の南側にある。一面一線のコンテナホームを有する地上駅で、コンテナ2 0線の長さは約140メートル。現在は、 コンテナ貨物の取扱い駅で、ここでは12フィートコンテナのみを取り扱っている。かつては、北海道電力滝川発電所への専用線があり、石炭輸送が行われていた。貨物列車は、1日1往復の札幌貨物ターミナル駅と、北旭川駅を結ぶ高速貨物列車が停車する。北旭川駅行の列車は、コンテナ車の開放。 札幌貨物ターミナル駅行きの列車は連結を行う。また、臨時列車も停車する。駅構内の入れ替え業務は、本線の貨物牽引修行を担当する機関車が、そのまま入れ替え業務を担当する。滝川市統計所によると、近年の年度別貨物輸送実績は以下の通りである。滝川市の中心に位置し、周辺は商店街や飲食店が立ち並ぶ。 しかし近年は郊外に大型ショッピングセンターなどが増加し、駅周辺はあまりにぎわっていない。このうち、駅前には旧西遊滝川店のスマイルビルがあるが、同ビルを管理する会社の管理業務を2021年3月31日付で中止するため、同日付で同ビルも閉鎖された。なお、スマイルビルの管理会社は多額の固定資産税対応問題を抱えていた。 佐世線の新十津川駅とは、石狩川を挟んで西方へ 3km 程度と、比較的近く、新十津川駅が無人化された後は一時期、滝川駅から職員が出向いて、乗車券を販売していた時期があった。滝川駅と新十津川駅の間は、北海道中央バスが連絡しているほか、タクシーや徒歩でも移動が可能。北海道中央バス案内所北海道中央バス。 空地中央バス並びに、石狩市が運行する浜松滝川間、乗り合い自動車が乗り入れている。停留所名は、滝川駅前。北海道中央バスのバスは、かつては近隣に位置する滝川ターミナルに発着していたものの、2018年4月1日より、駅舎正面のロータリー内に、路線バス乗り場、折り場、駅舎南西の隣接地に、発見窓口と待合所を備える。 案内所、駅前広場北東に高速バス乗り場を設置し、利用を開始。これにより、滝川ターミナルは、バスターミナルとしての営業を終了した。高速バス公車場は、旧滝川ターミナル当時から設けられていたものが、引き続き利用されている。なお高速バスについては、鉄道路線との競合を理由に、JR が、駅前広場内への乗り入れを承認せず外部の設置となった。 浜松滝川間乗り合い自動車も同様に同日より発着地点を滝川駅前に変更している。またかつては駅舎北東の隣接地に JR 北海道バスの石狩線が発着するバスターミナルが存在したが2003年に道路線が北海道中央バスに移管された際に発着地が滝川ターミナルに変更されたため利用路線が消滅。地は その後、JR 特急利用客向けのパークトレイン用駐車場として用いられ、2018年にはターミナル時代の壁も解体されている。以下、運行事業者の記載がない路線はすべて北海道中央バスの運行。路線は2018年4月1日現在。特急列車の停車駅は各列車記事を参照。ありがとうございます。